始まりました私の町のお医者さん。この番組は地域のお医者さんをゲストに迎えるトーク番組です。今回は友愛内科脳神経クリニック院長の金光夫先生をお迎えしています。金先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、まずはじめに先生の方のご紹介を私の方からさせていただきます。金先生は昭和37年神戸市生まれ、昭和63年に神戸大学医学部を卒業され、医師免許を取得されました。平成12年から7年間京田総合病院脳神経外科を務めた後、平成19年に友愛内科脳神経クリニックを開院されました。日本脳神経外科学会、日本脳ドック学会、日本労働安全衛生コンサルタント会などに所属されています。はい、では初めにお聞きしていきたいのはですね、はい、いつも金先生は院長先生としてたくさんの地域の皆さんの健康を守っている先生ですけれども、先生の健康を守っている術っていうのをですね聞いていきたいんです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、まずはこれ皆さん気になっている方多いんじゃないかなって思うんですけれども、食べ物、はい、食生活は、はい、先生何か気をつけたりしていることっていうのはあるんでしょうか。いや実は特別ないんですよね、正直言って。だから肉も食べるし、はい、野菜も食べるし、うんうん、よく昔から30品目をね食べると言いますけど、まあ、夕食なんかはね妻がいつも美味しいものを作ってくれるんですが、はい、手作りであんまりこう特別にその、うん、例えば野菜食にこだわるとかいうのはなくて、うん、まあ、臨機応変に、まあ、美味しいと思うものを食べてるというそういう感じですね。あ、じゃあ好き嫌いもなく、はい、もう食べたいものはいつも食べてる、はいはい、ただ2つだけちょっと嫌いなものがありまして、うんうん、ちょっと嫌いって怒らない。1つはねゴーヤですね。あ、ゴーヤ、いやゴーヤ美味しいんですよ。ちょっと沖縄のねありますよね、はい、苦味はちょっと苦手ですね。あ、じゃあゴーヤチャンプリーとかはあんまり苦手な、食べれないことはないんですけど、自分から進んで食べようとはちょっと思わないですね、うんうん、はい、あともう一つは、これも納豆が苦手なんですね。僕は神戸か関西人なんで、あんまり納豆というのは食べたことが子供の頃がなくて、うんうん、でも今は匂いの、ね、しない納豆もありますから、まあ、食べようと思えば食べれるんですが、ちょっと苦手です。だからそれ以外は何でも、はい、もう何でも肉でも野菜でもいけます。はい。積極的に食べているものっていうとかはあります？あ、でもやはり1日ね野菜を150g 食べようとかね、そういう野菜ジュースをちょっと意図的に飲んだりですね、やっぱりバランスよく、うん、取らなくちゃいけないということは普段から思ってます。ただ私は、ね、やはりこういうクリニックやってますので、はい、まあ、これもいろんな考えはあるんですけど、まあ、今はやっぱサプリメントとかね多少は取ることで補給するようにはしてますね、はい、あ、そうなんですね、はい、はい、それではですね、最後にですね、先生、今番組をご覧いただいている皆さんにメッセージをお願いします。はい、皆さんこんにちは、本日はこういう番組を見ていただきましてありがとうございます。私のクリニックは15年目になるんですが、まあ、通常の診療以外にもいろんなドック、検診、あと東洋医薬的なツボ押しの治療とか、あと高濃度ビタミン C みたいないろんなですね、自由点滴とかいろんなことにチャレンジしてます。やはりかかりつけ医 の, 良さというのは、で最近私は LINE で患者さんとつながってまして、今LINE の総数も700人になりましたけども、そういう LINE とも普段からつながってますので、ぜひ、気軽に、クリニックにお越しいただきまして、何でもかんでも相談していただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。すごい、700人。最近すごいですね。恵子さん恵子さん恵子さんいっぱい並んじゃってどの稽古か分かんなくなってきて、で恵子さん来るやんか、恵子さんの患者さんが「先生最近 LINE 来るやんな」言って、でちょっと待ち受け画面LINE 見せてって待ち受け画面見て「ああ猫の恵子だね」で電子カードで猫の恵子さんに書くわけや。それで覚えるのはもうだんだん覚えなくなってきてすごい。だから本名みんな。